あのひな人形があったんですよ。ちょっと待ってください。もうなんか、どうもこんにちは、ドッカ軍です。獣品家です。本日は自衛隊時代にヒヤッとした話。本日は自衛隊怖い話専門家園子さんに来ていただきました。怖いな怖いな。園子さん。あ、お久しぶりです。園子さん、あれ今日もう北海道に帰っているはずの日で、あれそうなん、いないはずの園子さんが東京に。そうなんですけど、ちょっといろいろ怖いな。オーディションとかいろいろありました。いないはずの園子さんがはっきりとした実物で見えている。あなたにも見えますか。そろそろいいでしょうか。あ、そうです。怖いな。今日はですね、あの園子さんも、来ていただいたので、自衛隊時代のあのお化けだったのか、それとも物理的に怖いのか、ヒヤッとした話をですね、早速それでは、はい、いきましょうか。そうですね、はい、何からいきます。自衛隊時代にヒヤッとした話第1話お願いします。自衛隊時代にヒヤッとした話第1話お願いいたします。怖いなあ。あのワック大社で、はい、女性自衛官の、あ、そうです、あ、そう、ワック大社、女性自衛官の大社なんですけども、ワック大社ですか。はい、はい、結構なんか出るっていう人が言う いるんですよ。いろんなどこの駐屯地もワック大社出るよねとか結構みんな言うんですよ。結構怖い思いはしたことがあるんですよね、ええっていうのは、3月3日って何の日かご存知ですか。私が高校3年の時に、はい、卒業式前に調子こいて髪結構染めた日。あ、そうなんですね。そのあたり、はい、ね、そうです。そしたらみんな卒業式、はい、真っ黒髪で、はい、スプレーかなんか真っ黒髪にしてきて、はい、おめえら裏切ったな。高校時代一回も染めたことねえのに、俺だけちょっと茶色っぽい。お前自衛隊行くんだぞ俺。先生に染めろってやれって言われて、俺そういうキャラじゃねえんだけど、スプレーで黒くやりましたよ。すいません、失礼しました。そういうことじゃないです。あの節句の日じゃないですか、女の子の。はい、はいつも私物庫に、ええ、あのひな人形があったんですよ。ちょっと待ってください。もうなんか節句の日でのひな人形が私物庫にある。はい、でそれを2月下旬ぐらい、2月半ばぐらいにこうみんなで出して娯楽室にみんなでこう飾るんですよ。その台、だんだんに階段状になったの台とかも設置して、お代理様と、はい、おひな様、おひな様のあれ、え、だんだんで、ちょっと舞台で飾ってるの見たことあんまないですよね。ですよね。あれ、あ、な、軍本部にあったかな、ちっちゃく。え、でもないですよね。でっかいですよ。マジっすか。ワック大社にそんな文化あるっすか。男性自衛官とかないっすよ。カップヌードルのカップ、あの自販機しか並んでないですよ。ですよね。しかっていうか、それいいんですけど、はあ、え、でそれを2月半ばに飾らなければならないっていう風習があったんですよ。で、はあ、それみんなでこう、と当時下っ端なんでこうみんなでこう、いや、いろいろ飾るんですよね。で、よ、あのちっちゃいお椀みたいな、ミニチュアみたいなものがいっぱいあるじゃないですか。それ見て、いや、かわいいなって思って、で木の桶みたいなやつにこう乗ってるやつ。で、どこに並べていいか全然わかんなくて、みんな見よう見まねこの辺じゃないみたいなやり方。正解誰も知らないから。で、こう飾り終わるわけですよね。で、その日の夜ですね、ちょっと夜中目覚めてトイレ行ったんですよ。そのトイレ、私当時一番端っこの部屋だったんで、はい、もうめちゃくちゃ遠いんですトイレまで、その長い廊下の道のりを歩いて、で私も見なければいいのに、その娯楽室チラって見ちゃったんですよ。そしたら本当に何か多分誰か電気切り忘れて、なんていうんですか、あのスポットライトアップみたいなやつ、ライトアップみたいな、あのなんだなんだっけ、あの提灯みたいな、あ、でそれで私危なく本当声出しそうになるぐらい怖くて、あーって言いそうになって、非常故障起きます。なんですよね。どしゃーって、でなんとかその声を殺して猛ダッシュでトイレ行って、で帰りも絶対見ないぞっつってブワーって行って走
った覚えがあります。でそこに娯楽室があって、はい、絶対見ないぞーってなって、はい、見るそう、なんか見たくなっちゃうんですよ。くそ見ないぞー、ギャーみんなっつってんのギついてるポワーンですよね。ポワーンってこう柔らかい光で浮かんでるんですよね、はいはい、マジで怖かったです。あれはあれ多分当直とか多分点検し終わった後にあれ誰か意図的につけたんじゃないのかなと思ってて、あのなんですか、アンドンっていうんですか、はあ、あのこうね、はあ、こうひねるとカチャってつくような、はあ、ああいう電気ですよね。あれね、別電源だからつきっぱなんだ。だからなんかひな人形って結構怖くないですか。もしかしたら夜こう、はいはいはい、動くかもしれないですよね。わかります。いやー怖かったです。怖まさかのワック大社のひな人形、はい、怖い事件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 かないやでもみんなも他の後輩とかもにも私ちょっと聞いてみたんですよ、ね、怖くない夜中とかあそこ通るのってめっちゃ怖いですってもうさ夜閉めとこうって言ってもう閉めてました。娯楽室の扉開きっぱなしで廊下側に向かってあのあれあの嫌じゃん。確かにきついっすね。怖いんだよねひな人形に罪はないですけどね。そうなんですよ。ただ消灯後っていうのがね、しかも夜なんかこう例えばですけどみんなワイワイしてる時の時間帯に私物庫入るならいいんですけど、例えば土日のなんか残留者ポロポロっとしかいないようなところで、荷物私物庫に取りに行かなきゃなんない時とか、ああそこに確かひな人形あったんだよなみたいな。ありますね。なんかその箱がね。だから私いつも私すごい怖がりなんで、いつもその私物庫のドア開放、はい、こうグッてやったら止まる扉ってあるじゃないですか、閉まるやつ、一回行くまで、はい、奥まで行けば、はい、でもそういうタイプじゃなくて勝手にギーってしまバターンって閉まっちゃうんで、それが怖くてなんかそこら辺にある重たいものをこうグッとあそれでドアを固定して。わかります。物販場もそうじゃないですか。あそうです、ね、たまに物販場もあの怖い時があって、暗い、はい、暗くてで電気つけるの面倒くさいし、はい、っていう時 なるべく閉まんないようにう、ね、またはガチャって開けて閉まるまでにこうもう洗濯ドゥンってかけてタタタタタタタってこう閉まる前に一緒に出るみたいな。わかります。ありますよね。怖いな皆さん、ワック大社のね、3月3日付近は気をつけてください。怖いですよ。そうだ、そういえばそれで私もちょっと似たような話があるんですけど、寮内のその中隊配属後のその男性寮、はい、大社にその消灯もですよ、はい、物販場だったか、はい、あのちょっとこうやばい明日までにこう洗濯物取りに行かなきゃみたいな、はい、物販場行ったんですよ僕、はい、そしたら廊下をこう暗い中廊下歩くと一日中一応トイレ兼洗面所みたいなのがあるんですよ、はい、あそこだけ電気ついてるんですよ、はい、だからそっからこう光漏れてるんですよ、はい、廊下に、はい、でこう廊下歩いてるとあのトイレ、はい、県の洗面所みたいなの見えるんですよ、はい、斜めに、はい、こう常に光も夜中で も入りやすく漏れてて、はい、物価盛りさーって言ったら、はい、あのよくあるっすけど、まあ、今あんまないのかな、あの電気がよくつけっぱなしですから、はい、まあまあすぐ切れるんですよ、はい、でこうチカチカしてるんですよ、はい、わかります、あの切れかけのここにある蛍光灯がこう横棒みたいな蛍光灯が、はいはい、切れかけでチカ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 ってなるじゃないですか。あれめっちゃ怖いじゃないですか。でも見たくないじゃないですか。だけど俺もう物価も行かないとチカチカチカ、うわそういえばなんか電気切れてたなさっきまで、でも全部消えちゃうと目立つじゃないですか。うわお金洗面所電気チカチカしてると思ったら、そこであの他の部隊の男性隊員が鏡の前でひげ剃ってんすよT 字で、はい、T 字でこうチカッ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 のなんかこうやってひげ剃ってんすよ。なんで今そんだよみたいな。朝一それないんだろうな、なんか別な朝一動く業務で、はい、剃っとこうって思ったのかな、わ、はい、かんないけどチカチカのなんか一人でこうやって剃ってんすよ。おっかねーと思ってふわーと思って物販場行って、速攻もう一回俺もその子と同じ物販場行こう、荷物あの乾いたやつ自分の取って、はい、おっかねーと思ってこうやってくるってもう一回見たんですよ。そしたらそのチカチカしているなんかこのひげ剃ってる男性隊員、そのチカチカの時だけ進めてんすよ暗
訳は間違って言っちゃうんでしょうね。だから明るくなった瞬間だけシェービングを進める隊員なのかこれはと思って、全然進んでねえじゃんと思って。それもう自分で懐中電灯を持ってって照らしながらやった方が良くないですか、はい、もうめんどくさいんでしょうねめんどくさいんでしょうね、なんならあのなんとかライト、はい、ヘッドライトみたいな、はい、僕が一回行く時に見たこの右頬、はい、右頬から左帰る時のまだ右頬でしたからね進んでねえと思って、チカチカの旅ちょっとずつ進んでこうやって、チカ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 みたいな。その人怖くないですかね、このチカチカしてる時にこうやってやってたら、はいはい、気づいたら後ろに人いるかもしれないです。そうですよ、そこです。誰かこうやってるかもしれないですよね。そうなんです。そんなことあったら私、はい、T 字でガーン行きますよ。そこであれですよね、 CM みたいに、はい、切れてなーい言うと思いますよ。やかましいってやかましいみたい、切れてない切れてない違いますよその子さん、すいません、怖い話ですよ、はい、それでは続きまして、はい、ヒヤッとした話します。あの射撃の時って、あの結構敵、あの人のあの形した的みたいな、はい、的みたいなやつを必ず自分たちで設置しなきゃならないですよね。多分どこもそうだと思うんですよ。でその時に300メートル先の位置まで行って、はい、みんな十何人で3トン半に乗って、後ろに乗ってで、こうその敵をこう、はい、設置するんですけど、はい、その時に結構な広さがある、下3メートルぐらい落ちたら確実に大怪我するようなところを通らなきゃなんないんですよ、ジャンプしたり。ジャンプ、もうそれがもう下見たらマジで怖くて、あの的のあれですよね、はい、下からこう的出すためにもあるこの中が洞窟みたいになっているというか、ガラガラガラ、あの鎖で上げる昔旧式でしたっけ、あ、それもやってたの。それもありました、ガラガラの時もありますね。ガラガラの時はあれ紙をこう設置しなきゃなんないんですよ、で撃てって言ったらガーってやるんですけど、はい、こっちのシステムだとこうピッっていう、はい、こっちのピッっていう方じゃないですか、ね、でこの的の手前、的の下が空洞になってるんですよね、うん、その的の下とんでもない空洞を、もう私多分細かすぎて伝わらないものまで出れないなっていうぐらい、あれ下にゴーンと落ちるじゃないですか出たことないの分かんないですけど、まあまあまあそうでしょうけどあれが嫌で出れねえどうするんですかあなた、その子さん、ちょっと細かすぎて伝わらないものまで、はい、オーディション通りました、何月何日撮影来てくださいって、すいません断ります、落ちんのっかねっすこんな人いないっす。あのぐらいスポンジかなんか引いてもらえてれば安心できますし、落ちるため の, あの、はい、ものじゃないんですよ自衛隊の。そうなんですよね、はい、敵の下のちゃんとこう、あれですよね、はい、作業するために下が洞窟になってるんですよね、はい、そうですね、それがね、あ、はい、こう渡るのが怖い、なんか私多分、うん、競争こう、あ、競争恐怖症って言いそうになってる突然、なんか私ある日突然高所恐怖症になったんですよね。え、それからなんかもうその下、あの多分新隊員の頃別にそこ何とも思わないでスッスッスッ通ってたんですよ。多分3層になってから、突然高所恐怖症になって、何ですかその階級が上がるとともにどんどん高いところが怖くなって、登っちゃったのかな。そうですね、3層という高さにもうどんどん怖くなって、はい、じゃあ園子さんもうあれじゃないですか、小歩、はい、とかになってたらもう呼吸できないじゃないですか。そうですね、自分が怖い自分が高すぎてなってます。私は高いところに居すぎるんです怖いんですそんな分かるけどみたいな怖い自分が怖いっつってだから私ずっと酸素なんですね。そんなこと急に怖くなったんですね、すごい。ちょっと話変わるんですけど、私広報の時にカメラマンやってた時に駐屯地朝礼のこう広角で撮ったりとか、はい、体育館の2階からこう撮ったりとかいろいろやってたんですけど、ある時体育館の2階とか1階とか関係なく私体育館の天井を見上げたら、もう
吸い込まれそうになって、ええ、めちゃくちゃ恐怖感じるんですよ。ああ、なんか分かる気がします。本当ですか？分かる気がします。あの練習試合で初めて見た体育館、はでかい体育館、はだから田舎の体育館だから天井低くて、はなんかたまにあるじゃないですか、はでっかい大会、はなんか軍大会とか、まあ軍って言っても知ってます、市より下なんだけどあの軍大会とか、うわー行くかっつったらでっかい体育館、は天井だけみたいな、なんかスーッてしますよ。はで、あのなんかこうバレーボールとかたまに挟まってる、はいはいはい、それちょっと あそこにバレーボールが挟まってんなみたいなの聞こえて、あそうなんだと思って見て怖いってなっちゃうんですよ。なんかちょっとわかる気がします。でそれと同じように羽田空港もロビーのところとか、私天井見上げられなくて怖くて、見たいのにちょっと見てみようと思ってチラッと見ても怖くて、もう無理なんです。いやなんか視聴者の中に同じだっていう人いないかなと思って。いやいるんじゃないですかこの気持ちは。確かにこれってわかる気がする。低所恐怖症なのか、あそれともその巨大建造物恐怖症なのか、どっちなのかなってずっと思って。遠いなんかこう立体感のあるものが、怖いですよね、まあなんかわかる気がする。怖いですよね。何の話これ何の話。わかります。あの弱小バスケット部だったんで、その大会とかで行って、ズーンスとか言うと、もう他の中学校とかの、え、あのバッシュだけ、いいバッシュじゃん、式だけとか、へえ、バスケットボール、あんなに予備のボールいっぱいあるみたいな、わかります？ガラガラのボール、めっちゃ全部新品やん、うわー、絶対強えとか、ビビり散らかして、で、大会に、あ、どうす、お願いしますって入って、天井高い、勝てねえみたいな。ボコスコに負けますよ、はい、もうみんなシュート外しまくりますよ上がりに上がっちゃって上がってんじゃねえちゃんとやれ。でもそれもなんか人生のいい経験ですよねヘッポコバスケ部かなみんな